初恋さらぎ最終回を作ってみた母アギサの面倒一生見てくれるの？岡村さん何か受けれる支援ないのかな？一緒に役所に行ってみようよ。役所仕事辞めないとないですね。ウエイトさん役所に仕事辞めろって言われたけど障害者雇用は給料安いから仕事は続けたい。職場何回行ったら分かるの？障害者だからって甘えじゃないの？ウエイトさんは特性からミスを連発、二次障害でうつ病を発症し退職しました。岡村さん就労支援とか利用できないかな？役所支援機関の一覧渡すので相談支援専門員つけて使いたい施設決めてから来てください。岡村さん自分で探さなきゃいけないのか、言葉も専門用語多くて難しい。相談員もしもし自宅訪問して契約と面談しますね。岡村さんオンラインでちゃちゃっとやってくれないんですか？就労移行支援事業所利用できれば別にいいんですけど。相談員コロナが5類になっちゃったから今年から対面じゃないといけなくなったんですよ。岡村さん家めっちゃ散らかってるんですけど掃除しなきゃいけないんじゃないですか？相談員家の状況把握しないといけないんで自宅の様子見に行かなきゃいけないんですよ。岡村さんわかりました。上戸さん、でも私的障害だから家事できないよ。岡村さん、お母さんに面倒見てって言われてるから僕が玄関口掃除しとくね。相談員どうも面接に来ました。教育とか昔子供の頃とか受けてました？上戸さん、支援学校では一番上のクラスだったから特に受けていないよ。岡村さん、お母さんが教育すべきだったんじゃないのか？相談員、ああ軽度だから支援に結びつきにくかったとかなんですかね。支援学校の先生とは卒業後の進路について話さなかったんですか？上戸さん、話したけど障害者雇用は給与安いから普通に就職したいって進路の面接の時に言ったよ。相談員、定期的な病院受診は行かれていますか？上戸さん、手帳の更新の時に行くぐらいかな、あまり行ってないよ。相談員、病院の先生とは症状のことなどは話せていますか？上戸さん、もう何年も行ってるから、ああ継続ですねとしか言われないかな。待ち時間も長いしお金もかかるし、行ってもあまり意味を感じないと思うよ。相談員、別の病院考えたりなどはしていますか？上戸さん、新しい先生に一から説明するの面倒かな。そうですか。そしてそうこうしている間に無事に手続きが終わりました。相談員、支援計画にサインお願いします。岡村さん、いや上戸さん内容を判断したりが難しいから僕が代筆しちゃダメですか？相談員、あー微妙ですね。保護者とか配偶者とか後見人とかなら OK なんですけれども、岡村さんと上戸さんは法的な結婚はしていないのでおそらくパートナーに準じた関係なのでギリギリ代筆 OK な気はしますが、一応本人がサインか連名でサインするかとかの方がいいかなと思いますね。相談員、上戸さんはどうしたいですか今後？上戸さん、就職したいです。相談員、じゃあ就労移行支援事業所を見学行ってみますか？そして上戸さんは就労移行支援事業所に通うことになりました。その後定期的なモニタリング面談の時です。上戸さん、就労移行支援事業所通ったけど訓練受けているだけじゃお金もらえないから不満です。岡村さん、僕が仕事してお金稼いでいるからその間に訓練して障害者雇用でいい就職先見つけようよ。ウェイトさん、嫌です、今すぐにお金欲しいです。こうしてウェイトさんは就労移行支援事業所に通わなくなりました。就労移行支援事業所の職員が急に家にやってきました。5日以上欠席をして連絡取れないと家で孤独死しているかもしれないから安否確認で訪問しないといけないんですよ。上戸さん、行きたくなくて休んでて一人にしてほしいから電話もメールも返信しなかったのに急に来られてすごい嫌でした。上戸さんは就労移行支援事業所を退所しました。相談員、就労継続支援 B 型事業所はどうですか？作業所みたいなところでここなら工賃をもらいながら就労の訓練もできますよ。上戸さんは B 型作業所に通うことになりました。その後定期的なモニタリングの面談の時の話です。上戸さん、 B 型の作業は単純作業多くて職員も教えてくれるからいいけどお金全然もらえない。就労継続支援 B 型事業所は休業ではなく工賃と言います。
一般就職が難しい方にあくまでも就労の支援訓練がメインで、就職に向けて訓練をする場です。雇用契約は結ばないので、労働法における最低賃金は該当しません。1ヶ月あたりの工賃の平均は B 型では2万円程度と言われています。もちろん施設によって異なりますが、結果上戸さんは B 型にも行かなくなりました。相談員、就労継続支援 A 型事業所はどうですか？上戸さん、 A 型の方がまだお金もらえるの？上戸さんは今度は A 型事業所に通うことになりました。その後、上戸さん、こんなに仕事大変だとは思わなかった、疲れた。 A 型は雇用契約を結ぶので労働法の最低賃金は適用されます。1ヶ月あたりの工賃は 7,8 万円が平均と言われています。雇用契約を結ぶのでもちろん施設にはよりますが、一般の会社の仕事のように要求水準は B 型よりも高いところが多いと言われています。結果上戸さんは A 型にも行けなくなりました。上戸さん、どこに行ってもダメだからもう外出るの嫌です、私引きこもります。その後は相談員や施設の職員などが訪問をしても上戸さんは家から出てこなくなりました。相談員、このままじゃ良くないから胃腸機関相談支援センターと役所には連絡をしておいて、連絡体制連携体制を取れるようにしておこう。上戸さんは年齢30歳になり、不健康な生活を続けていたせいで容姿も崩れていきました。家事もできないので岡村さんが食事の介助や掃除など全て行っています。岡村さん、もう一度役所行こうよ、何か受けれる支援ないですか？役所、あ、本人が施設に行けないとあんまりないですね。一応訪問看護っていうのがあるんですけどどうですか？上戸さん、家に人あげたくないです。本人が行けないと使える福祉の支援はなかなか少ないと言われています。本人が理解できるように説明できなかった支援者の対応も良くないかもしれないですが、何かを提案しても嫌な理由を言われてしまうと周囲も対応に困ってしまいます。上戸さんはだんだん誰からも相手にされなくなり、社会から孤立をしていきます。岡村さん、どうしよう、僕一人ではもう支えきれない、お母さんに連絡してみよう。上戸さんのお母さんの家に行ってみましたが、お母さんは彼氏と一緒に引っ越しており、どこに住んでいるのかもう分かりませんでした。上戸さん、こうなっちゃうんだね。だからお母さん、家事とかやってもらうだけじゃなくって、自分でできることを自分でするように言っていたんだね。上戸さんの精神状態は悪化をしていきます。部屋も散らかり、食事も取れず、セルフネグレクトと言います。障害者雇用は給料が安いだから嫌だからとか、家に人をあげたくないから訪問の支援は嫌だとか、引きこもってしまえば施設系のサービスを受けるのが難しいとか、やきたくない理由をつけてやらないことは簡単にできます。よく言えば自分らしく自分の望む生き方をしているのはいいかもしれないですけれども、居場所はどんどんなくなっていくということを意味してしまうと思います。岡村さん、もう無理だ、このままでは共倒れしてしまう、僕から別れを切り出そう。でも上田さんはどうなる？この前お母さんに可愛いから言っちゃっただけ、今だけ付き合ってポイする気って言われちゃってるからな。でも一生面倒なんて見切れない。岡村さんは別れを切り出すことはできませんでした。上戸さん、岡村さんとずっと連絡が取れず、さすがに異変を感じた相談員が家に行きます。ピンポーンと押してもノックをしても反応しません。孤独死の可能性がある時の連絡先はまずはマンションの大家さんとか管理会社、そこで話が噛み合わなかったり対応してもらえなかったら警察に連絡です。いきなり警察に行くと大事になっちゃうので、一般的にはマンションの大家さんとか管理会社に連絡をする人が多いと思います。大家さんに連絡をし、緊急性があるという理由で鍵を開けてもらうことができました。部屋の中には男女の遺体がありました。遺書が残されていました。上戸さんの字で普通になぎたかった、岡村さんの字で世界で二人だけならよかったのに、どうすれば二人は自殺をしないで済んだか、みんなで考えてみましょう。ドラマや漫画なので起承転結がつくぎやすいという理由でストーリー中で本人の理解者へと出会うことができますが、実際は理解者などにはなかなか出会えず、一人で生きていって生きづらさを抱えている方は多くいらっしゃるのではないでしょうか。上戸さんの場合は
岡村さんと一緒に暮らすことができ、幸いお金には困ってはいなさそうなので、岡村さんが一緒にいてくれる間に、B 型や他の就労訓練などを受けて、自立に向けて準備をしつつ、私生活のことなども練習をしていくのが良かったのかもしれませんが、本人がそれを受け入れるのもすごく時間がかかるし、支援者としてもこれをやってくださいと価値観を押し付けることは実際は難しいと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。